ーちゃんビジネス日本語入門コースへようこそ。皆さんこんにちは。ビジネス日本語入門コースへようこそ。私はフーちゃん日本語の川原睦美です。今日も一緒に楽しく学習していきましょう。さて、今日は第5回目、伝言の依頼について見ていきたいと思います。その前に皆さんに質問です。電話をして、もし話したい相手が不在だった場合にはどうすればよいでしょうか。そうですね、基本的には再度自分からかけ直すようにしたらいいですね。その場合には次のように言いましょう。まず、何時頃お戻りでしょうか。何時頃お戻りでしょうか。とか、何時頃お戻りの予定でしょうか。何時頃お戻りの予定でしょうか。と尋ね。では、3時頃こちらからまたお電話いたします。では、3時頃こちらからまたお電話いたします。といったふうに伝えましょう。相手がいつ戻るのかわからない場合には、相手からかけてもらうようお願いしてもいいでしょう。その際には、次のように言いましょう。2回ずつ繰り返しますので、後に続いて言ってみましょう。1、お戻りになりましたら、お電話をいただきたいのですが。お戻りになりましたら、お電話をいただきたいのですが。2、お戻りになりましたら、田中までお電話をいただきたいのですが。お戻りになりましたら、田中までお電話をいただきたいのですが。3、お戻りになりましたら、お手数ですが、折り返しお電話をいただけますでしょうか。お戻りになりましたら、お手数ですが、折り返しお電話をいただけますでしょうか。4、コールバックをいただけますか。コールバックをいただけますか。その時、電話番号を伝えておくと、相手の手間が省けますので、念のため電話番号を申し上げます。と言って、自分の連絡先を伝えましょう。急ぎの用がある場合には、すみませんが、至急連絡を取りたいのですが。すみませんが、至急連絡を取りたいのですが。とか、非常に急いでおりまして、至急お電話をいただきたいのですが。非常に急いでおりまして、至急お電話をいただきたいのですが。などと伝えましょう。また、何度電話をしても、その人と連絡が取れないときなどには、内容を簡潔にまとめて、伝言を頼むといいでしょう。では、伝言を頼む際のポイントをここで紹介します。1、伝言内容の確認。2、数量や分かりにくい単語はゆっくりはっきりと。3、伝言を受けてくれた人の名前を聞いておく。それではここで、伝言を頼むときの言い方、また伝言をどのように言ったらいいかといった練習をしてみましょう。2回ずつ繰り返しますので、後に続いて言ってみてください。1、そうですか。では、伝言をお願いできますか。そうですか。では、伝言をお願いできますか。2、そうですか。
では先に行っていますとお伝えいただけますか？そうですか。では、先に行っていますとお伝えいただけますか。3、2時以降にお電話をくださいとお伝えいただけますか？2時以降にお電話をくださいとお伝えいただけますか。4、そうですか。では電話があったことだけお伝えください。そうですか。では、電話があったことだけお伝えください。打ち合わせの件でお電話しました。また電話しますとお伝えください。打ち合わせの件でお電話しました。また電話しますとお伝えください。伝言するときには相手にメモをしてもらいましょう。伝言を頼むときに数量や日時、場所などを言う場合は相手に、お手数ですがメモしていただけますでしょうかとお願いした上で、ゆっくりはっきりと伝えるようにしましょう。また内容確認も大切なことです。普通相手の方から内容を復唱しますが、もし相手が復唱しなければ念のため確認させていただきますと言い、自分からもう一度内容を繰り返しましょう。そして、失礼ですが、お名前頂戴できますか？と言って、相手の名前も忘れず聞いておくようにしましょう。他にも、相手の名前を聞く言い方があります。ここで一つ紹介しておきましょう。こんな会話からです。では、高橋に伝えておきます。お願いします。失礼ですが、お名前をいただいていいですか？相手の名前を聞くことも伝言する際の重要なポイントの一つですので、このフレーズをしっかり覚えておきましょう。同学们、一起来做小练习吧。続いて、電話をかける際のフローチャートを見ていきましょう。話したい相手が不在で伝言を頼む場合です。まず、1として電話をかけますよね。その際には、前回と同じく、いつもお世話になっております。〇〇会社の〇〇と申します。いつもお世話になっております。〇〇会社の〇〇と申します。などを簡単な挨拶をして名乗るようにしましょう。そして2つ目、話したい相手への取り次ぎを頼みます。〇〇様はいらっしゃいますか？〇〇様はいらっしゃいますか？
といったふうに聞きましょう。ここからが違います。伝言を頼む場合には3として内容を簡潔にまとめて伝える、そして4として相手が内容を復唱する、もししない場合はもう一度簡潔に要件を言うようにしましょう。そして5つ目、相手の名前を聞きます。これはとても大事なことですので忘れないようにしましょう。その際、失礼ですがお名前頂戴できますか。失礼ですがお名前を頂戴できますか、などと聞きましょう。そして6つ目、話を切り上げます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますと言いましょう。そして最後に挨拶をして受話器を静かに置きます。その際、失礼いたします、失礼いたしますと言いましょう。どうですか？どのような流れで進むのかが把握できたでしょうか？では実際に会話を聞いてみましょう。ここではかける側の言い方に注目して聞いてください。では始めます。まずかけ直す場合の会話。はい、株式会社 AMC です。こちら富士電機の田中と申しますが、営業部の鈴木部長はいらっしゃいますでしょうか。少々お待ちください。恐れ入ります。鈴木はただいま外出しておりまして、2時に戻る予定です。後ほどこちらからお電話するようにいたしましょうか。いいえ、またこちらからお電話します。そうですか、恐れ入ります。失礼いたします。失礼いたします。続いて伝言を依頼する場合です。はい、営業部です。こちら富士電機の田中と申しますが、鈴木部長はいらっしゃいますでしょうか。少々お待ちください。恐れ入ります。鈴木はただいま外出しておりますが。そうですか、では電話があったことだけお伝えください。かしこまりました。富士電機の田中様ですね。鈴木に伝えておきます。私、高橋が受けたまいりました。ではよろしくお願いします。失礼いたします。失礼いたします。それではここで豆知識を一つ紹介します。前回から電話のマナーについて学習していますが、皆さんはクッション言葉というものを聞いたことがありますか？クッションという言葉からなんとなく柔らかいというイメージが浮かぶでしょうか。このクッション言葉を使うことによって印象がソフトになり、受け入れてもらいやすくなりますよ。こういった少しのことでぐっとコミュニケーションが深まっていきます。相手が見えない電話だからこそ、クッション言葉をうまく使って好印象を与えられるようにしましょう。それではここでよく使われるクッション言葉をまとめてみます。すでに学習した基本フレーズの中にもいくつか含まれています。では見てみましょう。1、恐れ入りますが。恐れ入りますが、鈴木様はいらっしゃいますか。恐れ入りますが、鈴木様はいらっしゃいますか。2、お忙しいところ恐縮ですが。お忙しいところ恐縮ですが、少しお時間をいただいてよろしいでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、少しお時間をいただいてよろしいでしょうか。3. お忙しいにもかかわらず。お忙しいにもかかわらず、お出かけいただきありがとうございました。お忙しいにもかかわらず、お出かけいただきありがとうございました。4. 失礼ですが。失礼ですが、どちら様でいらっしゃいますか。失礼ですが、どちら様でいらっしゃいますか。5. 申し訳ございません。申し訳ございませんが、電話が遠いようです。もう一度お願いできますか。申し訳ございませんが、電話が遠いようです。もう一度お願いできますか。6. お手数をおかけしますが。お手数をおかけしますが、資料を一部送っていただけますか。お手数をおかけしますが、資料を一部送っていただけますか。7. せっかくですが。せっかくですが、今回はお断りすることになりました。せっかくですが、今回はお断りすることになりました。8. あいにく。あいにく鈴木は、ただいま休暇をいただいております。あいにく鈴木は、ただいま休暇をいただいております。9. 差し支えなければ。差し支えなければ、こちらから電話させていただきます。差し支えなければ、こちらから電話させていただきます。10. よろしければ。よろしければ、私が代わってお話を伺いますが、いかがでしょうか。よろしければ、私が代わってお話を伺いますが、いかがでしょうか。11. ご面倒ですが。ご面倒ですが、こちらにおかけ直しいただけますでしょうか。ご面倒ですが、こちらにおかけ直しいただけますでしょうか。いかがですか。これらのクッション言葉は、電話に出たときだけ使うのではなく、普段のオフィスでもとても役に立つ表現ですから、ぜひ使ってみてください。でも、大事なのは言葉を覚えて使うことプラス、あなたの誠意です。心を込めてお話しするということを心がけてくださいね。同学们一起来做下练习吧。それでは今日のおさらいをしましょう。今日は電話のマナーその2として、伝言の依頼について見ていきましたね。あなたが電話をして、
もし話したい相手が不在だった場合にはどうすればよかったでしょうか。まずは基本的には再度自分からかけ直すようにしたらよかったんですが、相手がいつ戻るかわからない場合には相手からかけてもらうようお願いするという方法もありましたね。そして急ぎの用があってすぐに連絡を取ってもらいたい場合にはどのように言ったらいいかということも見ていきました。また何度電話をしてもその人と連絡が取れない時にはどうすればよかったでしょうか。そうですね、内容を簡潔にまとめて伝言を頼むとよかったですよね。伝言を頼む際のポイントを3つ紹介しました。1つ目は伝言内容の確認、2つ目は数量や分かりにくい単語はゆっくりはっきりと、そして3つ目として挙げたのが伝言を受けてくれた人の名前をきちんと聞いておくということでしたよね。そして伝言を頼む時の言い方なども練習していきました。伝言を頼むときに相手にメモを依頼する、相手にメモを取ってもらうということで、どういうふうにお願いすればよいかというのもフレーズを紹介しました。また内容確認をする際にどのように言ったらいいか、そして伝言を受けてくれた人の名前を忘れずに聞いておくということも大切なことでしたね。ということで、今日は伝言の依頼をテーマに、伝言する際の気をつけなければいけない点、また基本のフレーズを見ていき、フローチャートで流れを確認しました。また実際の会話も聞き、イメージが膨らんだのではないかと思います。では宿題を出します。電話をかけたら相手が不在でした。さて、どんな場合、伝言を依頼しても良いのでしょうか。また、伝言する際、どんなことに気をつけなくてはいけませんか。50文字程度で書いてください。それでは、今日の授業はこれで終わります。しっかり復習して、次の学習につなげましょう。さて、次回は、電話のマナーその3として電話の受け方について。